連れてきて。はい、M トラストレコーズシンガーソングライターミツです。皆さんこんにちは。今日はですね、山崎正義さんのセロリをカバーさせていただこうと思っております。と言いましても本当に苦戦しまして、1週間前に撮りに来たんですけれども、全くね撮れなくて、何回も何回も失敗して、まあ、それまでにもう3年ぐらいね練習してるんですけれども、それでもね全然ダメで、今回さすがにやばいかなと思ってるんですけれども、でもねなんとか今日は気合で撮りたいなと思って、リベンジしに来ました。はい、もう指引きで、もうフィンガーのねこうピッキングが本当に難しい、山崎正義さんのセロリなんですけれども、まあ自分が越えなければいけない壁だと思って、今回トライしてみました。はい、まあ本来ねものすごく楽しい曲だと思うんですけど、もうね演奏中はね全然おそらく余裕がないと思うんですよ。すごい硬い顔で演奏してると思いますけれども、そこだけはもうご容赦いただきまして、はい、どうぞ見ていただけたらなと思っております。それでは山崎正義さんのセロリカバーしております。どうぞ。育ってきた環境が違うから、好き嫌いは否めない。夏がダメだったりセロリが好きだったりするのね。でましてや男と女だから、すれ違いはしょうがない。妥協してみたり多くを求めたりなっちゃうね。何がきっかけでどんなタイミングで二人は出会ったんだろう。やるせない時とか心もとないよりできるだけ一緒にいたいのさ。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ。少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のこと好きなのさ。もともとどこ吹く他人だから、価値観は否めない。流行りが好きだったりその割酷なとこあったりするのね。性格負けてまで気持ち抑えてまで付き合うことはないけど、じゃ持ちきれない素敵な時間にできるだけ一緒にいたいのさ。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ。少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のこと好きなのさ。
luego